97年のクラプトンの話するんでしょ、それで。おお。最近ね、YouTube にね、97年の、あの、上がったから。あのね、実は結構前から上がってたんですよ。あ、本当に、うん、じゃあ俺がたまたまピックアップしたいや、まあでも、うん。で、ね、リキさんが火付け役みたいな感じで、あの、最近 Facebook でね、話題になってたね。なんか画質もいいもんね。うん、すごいよかった、うん、あれはディレクTVで放映された時のやつ、うん、あれをだからブートでは持ってるよ。あ、微妙、うん、あ、97年の、うん、あのアコギも抱えたあれポロシャツで出てくるやつ、ジョーサンプル、ジョーサンプル、あ、はいはい、ジョーサンプル明日ディレクTVの撮影があるらしくて、ホワイトルームって曲やるらしいんだけど、どんな曲か今日帰ったら覚えなきゃって言ってたらしいよ何、じゃあ一夜漬けで弾いたんだあの人、うん、知らなかったんだって。弾けるだろうね。そうそう、あのツアーで、ホワイトルームやったのはあの方収録の時だけだったはずなんだよね。あ、うん、だから収録があるから急にやろうってことになったんじゃない。テレ朝パートもやってるね。やった、うん、で、あの時アクシデントがあったの覚えてる。忘れた。大チョンボやったやつ。あ、違うか。そう。あ、なんだっけ、あれ、あのキーボードの人。グレッグ・フィリンゲイです。違う。え？グレッグ・フィリンゲイズ来てないでしょ。あれ、誰が、あの、いつもいる人。クリス・ステイトン。クリス・ステイトンの、あの、キーボードが、テレレレレレテレテレテレレレレレテっていうところが音出なくなっちゃう。ああ、それ音出なくなったやつね。私が見たのはね、グレッグ・フィリンゲイズね、なんかね、めちゃくちゃ間違えてなんかあれみたいにずっこけたっていうのが、それってきっとジャニーマンツアーの時じゃない？ロンドンだったかもしれない。あ、なんかね、ロンドンで見たの、グレッグ・フィリンゲイズが出たクラプトンバンド。うん、だってロンドンにグレッグがいた時があった気がする。へー、あの、まあ、本当に最後の方っていうか、あの人もマイケル・ジャクソンに誘われたらすぐ行っちゃったからさ、マイケルの方に。で、その1997年のツアーというのは95年のブルースツアーを1年途中にあれが入らはず、1年3ヶ月1年3、4ヶ月やった後にハイドパーク、95年が終わって、で96年に、うん、まあ、ちょっとしたポツポツとしたそのゲスト出演みたいのを挟んでるんだけれど、うん、その間にあのリーテールセラピーというね、あのクラブ系 あのレコーディングをしたんです。サーモンクラミーとね、うん、だからまあ恋愛真っ只中だね。で打ち込みをやって、そこの覆面アーティストとしてクラプトンは参加をして、 TDF だっけ、 TDF トータリーディスファンクショナルファミリーだったかな、うんうん、機能不全家族っていう、なんか家庭崩壊のね、ジャケットがなんかヘルメットかぶって、ヘルメットかぶって、うんうん、でそのヘルメットをかぶってる中に女性が一人いるんですよ。誰やまただろうね、シェリル・クローね、うん、踏み台ね、うん、エリック・クラプトンを踏み台にする女ねで、それ俺もよく踏み台って言われてますから、はい、で、あれは、かねてからその懇意にしていたイタリアの巨匠ジョリュジオ・アルマーニの、うん、ファッションショーかなんかの BGM の制作を依頼されたのがきっかけで、ああいう打ち込みの音楽を作るようになり、それがきっかけで自分自身のニューアルバムを制作するにあたり、そのクラブミュージック系 その打ち込みを中心としたレコーディングはやっている最中だったんです。レジェンドもでも97年じゃない？その通りです。だレジェンドも金色だよね、うん、でそっから年が明けて97年に一つのその大きな目玉のツアーとして、ジョー・サンプル、スティーブ・ガット、なんだ誰だっけ、デビッド・サンボーン、ベースのマーカス・ミラー、うん、でエリック・クラプトンと、ね、その4人で4人か基本的にはインストゥルメンタルの、なんだろうね、あれジャズフュージョン、うん、ジャズ系クロスオーバーとかそっちやね、クロスオーバーがね、うん、のツアーをやったんですね、まあ、モントルジャズフェスティバルを皮切りにね、もうヨーロッパ結構やってたもんね、DVD 残ってるよね。
で、その際に、公衆の面前で最初に、日の目を見たのがエリク、ゴールドリーフ、金色の金ピカギターの、うんうんうん、ストラトキャスターが初登場したと。で、そこで使われているギターをもう携えてジャパンツアーというか、その前の直前の韓国ツアーから、うん、ソウルで、あ、行ったやつ行きましたよ、うん、あ、登場したんですね。初めてソウルに行った。で、その期間、要するに Nothing But The Blues ツアーからレジェンズのツアーの間にかけては、だからさっき言った、はい、そのニューアルバムの制作に着手していて、その段階でもう数曲出来上がっていたんですよ。で、まあ制作が遅れているという話をその当時聞いていて、本来ならばアルバムは98年にリリースされたんだけれども、本当を言うと97年のツアーに間に合うはずだったっていう話を聞いている、うんうん、で、実際のところそのジャパンツアー、まあ、直前の韓国ツアーからやると行くと4曲か5曲ぐらい、実はそのピルグリム、ニューアルバムのピルグリムからマイファーザーズアイズはもっと甘いか、サーカスは後か、あれやったの、サーカスもやってない、やってない。ね、まずピルグリムでしょ、うん、なんだっけシーズゴン、やってない、全然、あの、ブロークンハーテッド、やブロークンハーテッドは9月17だっけ、モンセラットの時に初めて、ジャパンツアーの前のモンセラットコンサートで一人でアコギで弾いたんです、うん、それ初めて。もうその段階であれだ、シェルルに捨てられてんだだってブロックハーテッド、そうだよね、シェルルに捨てられてるでしょ。あ、そっかそっか、そういう、その話はリキさんからしか聞いたことないけどあ、そうなの、おかしいな、俺が作っちゃったかな。だからその段階でもほぼ出来上がってるんだよね、ニューアルバムで。最終的なリリースは98年なんだけれど、うん、だから97年の段階でまあほぼ出来上がっていたはず、うん、4曲がなんかちょっと気になるね。97年のセットリスト調べてもらえば、はい、分かると思うんだけれど、文明の力を、で、文明の力ちゃん、その曲を携えてジャパンツアーに臨んだのですが、はい、その力さんが話題に取り上げてくれた97年のその YouTube の映像、うん、あの中にはそれはカットされてるんです。あ、ピルグルムの曲はね、ああ、アルバム出すから。で、あの当時からそのディレクティビーに録画の方収録されるまでに至る期間で、クラプトンはブートレッグでリリースされることを異常にナーバスになったんです。それはステージでも言ってる。へえ、英語分かったの？あのね、誰から、うん、なんとなく、あの、なんとなくね、はい、分かりました、ね、余計な一言あのね、なんかね、それをやるときに新しい曲をやります、でもどうせリリース前に、リリース前にあのブートで出るだろうけどねみたいなこと言うんだよ。だから、あ、気にしてるんだなと思って、それを聞きながらそのディレクティビー見たら、あ、やっぱりな、だった。97年のツアーというのは、どの辺、ロサンゼルス、アコースティックセットから入るんだけどね。え、いや、ジャパンツアーで、ごめん、なんでだろう、はい、ジャパンツアーね、はい、ジャパンツアーのことを言ってるのね、はい、今、はい、97年にあれしたのは、はい、でね、97年ってね、実は日本だけだったんじゃないかな。あ、だからあそこ行ってね、韓国行ってね、うん、97年は日本ツアー、ですね、97年はですね、そう、東京、4回東京やって、名古屋、広島、大阪、福岡、東京、15公演ぐらいやってんだよ。そう、あ、ごめん、これ下から見るんだった、ソウルの青が東京だもんね。あ、でもさ、ニューヨークの、ほら、ニューヨークは、自分のやつ？違う、結構いろんなとこでやってるよ、それなりに。本当？
でもそれってなんか、ね、特別な企画じゃないの、うん、そんな感じ。あれだ、クラプトンがホストのコンサートじゃないでしょ、うん、そうだね、うん、じゃあ東京の初日まず、うん、それはですね、ノーバディ、いきなりレイラですね、うん、レイラか、でチェンジザワールド、ノーバディノーズ、ティアーズインヘブン、ゴーイングダウンスロー、あ、ゴーイングダウンスローも入ってるんだよね、ピルグラムに。ゴインダンスローはあったかな、言った、うん、で、ブロークンハーテッドでしょ、うんうん、ピルグリム、うん、マイファーザーズやってないんだ。あとあれがあったんだ、なんだっけな、セックアンドタイヤ、それ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 、あ、セックアンドタイヤでやったんだ、やったんだ。これいきなり全部続けてやってる、そうだよ、まとめてやったんだ。で、シェリフ、ワンダフルトナイト、トアダウン、ハビューエバー、コカイン、テアリングアスアパート、オールドラブ、サンシャイン、エブリデイアイハブ、うん、エブリデイアイハブザブルースやってるんだ、やってるやってる。で、ビフォーユーアキューズミー、だからビルグリムに収録されてる曲は合計で何曲、4曲、4曲で、そのうちのそのゴーインダースローだけはやったのかな、うん、で、残りの3曲はだからエディットされてるんです。ゴーインダースローってさ、これで初めてクラプトンってやったのよ、やったんだっけ、うん、あれほらブルースの曲じゃない、うん、でもアレンジが相当きついもんね、うんうんうん、別曲みたいだもんね、別曲だね、そうか、原曲誰やったかな、別な人やってるよね。というわけでね、そういう背景があったんです、はいはい、その97年のアルバあのツアーっていうのはね。だからそのね、ちょっと曰くというのは、だから今言った通り、そのピルグリムのアルバムに収録されている曲は、そのテレビ放送からエディットされていると、うん、いうことで、そのに我々というか、その一般の人たちにとってはニューアルバムのリリースまで待つことになった。ね、ちなみに最終日はね、ゴーイングダウンスロー、ブロックンハーテッド、ピルグリムの3曲だけ、シックアンドタイヤは落ちてた、落ちてる。実はね、シック&タイヤっていうのがもうやっぱり違和感があって、あの歌詞の中でなんかお前の頭をガンでぶっ飛ばすみたいな歌詞があるらしく、それがね、なんか批判の対象になったらしいんだよね、うん、それがジャパンツアーにいる時かどうか知らないけれども、なんかそういう違和感があってあまり取り上げなくなったんじゃないかな、うん、そう、で、その時にそのクラプトンのマニアというか、すごく好き、熱狂的なクラプトンファンにとっては、ブルースツアーの次のツアーだったじゃないですか。うん。で、ブルースツアーはクラプトンのキャリアの中で最もそのプレーの光ったツアーだったから、うん、その後にやってきたそのクラプトンが非常にそのなんだろう、凡庸じゃないけど。手数が少ないというか、熱が薄いというか、そういう風に映ったんですよ、体調に、みんな言ってた。俺はそう思わなかったよね。あ、そう、あんまいいや、はい、天の声さんもそう思ったでしょ。うん、あの、なんだろう、まああれで、フロムザクレイドルでブルース一色になって、そのままそれが続くような期待感もあったし、そしたらなんかどんどんそういう TDF とか、ね、レジェンドとか、なんかもうちょっとまた違う方向行っちゃって、ギターのトーンも変わったよね、うん、それで来て、みんなの嫌いなちょっとクリーントーンに近くなったもんで、なんかほら特にルックスもさ、いきなり髪の毛をもう、はい、切っちゃって坊主みたいにしちゃってさ、黒縁で、ダボダボのファッションになってさ、なんか見た目もガラッと変わって、そう、おっしゃる通り、あのクラプトンがストリートファッションにハマった最初の公演なんですよ、うん、97年それが日本に来た時のあのフロムザクレイドルの時はなんかすっごい最後にかっこいいと思ってクラプトン、あー、なんか挑発でね、すごくイケメンな感じの最後のイケメンだね、作った、そうそう、ビーズの、ねね、あのネックレスとかして、はい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 、割とラフなちょっとトレーナー的な感じの、そうね、ここにポケットのある T シャツだったね。なんかね、すごくね、うん、あ、久々にかっこいいなと思った。かっこよかった、うん、あの時久々にかっこいいなと思ったんだけど、まあそれが最後でしたね。その前に一回坊主してるもんね、
93年坊主だもんね。モンチッチヘアというか、モンチッチヘアってなんかあのボクサーみたいな格好で来たもんな。なんかそういうのもあったし、なんか音楽的にもすごいちょっとえっていう、その打ち込みやりだしたり、まあ、ジャズとかフュージョンで来てみたら、なんだろう、あとあのもうこの頃10回公演とかやってるじゃないですか、東京だけで。東京がもうなんかね、それは自分が行けないんだけど見すぎたじゃあ行かなきゃいいだろうって話なんだけど、うん、だ東京だけじゃなくて大阪行ったり広島行ったりとかで、そのソウル行ったりとか。あ、全部行ったの。ソウル行って大阪広島行って大阪広島、うん、名古屋じゃなくて大阪だって。広島は絶対行ってるんだよね。なるほど。うん、なんかそういうので、なんかもう勢いみたいな、あので周りに友達がいっぱいできて、クラプトンの好きなで、みんなでじゃあ行こうって感じで、それがあの辺から始まったかな。やっぱり90年代半ば、そのフロムザクレイドルぐらいからもう10回公演、東京横浜、その93年の時もそうか。そうね、いきなりあのそれ言ったらさ、プラグドでジョージとクラプトンの時も相当やってるよ。でもそんな東京横浜で10回なんかやってない。やってないか。だって横浜から始まって東京ドームでやったけど10回までやってない。やってない、やってない。東京横浜もずっと埼玉とか。97年か。93年よ。前半ブルース、後半ヒット曲。